もう一つネックになっているのが病み上がりで、最序盤に取ってしまった方が良かった実績ですね。まあ、こんな感じで今、バディオバフのガードが出来上がってるから、こっちの汚染酸素から出てきている腐敗病菌は、仮にこっち側に流れてきても大丈夫というような作りになっていました。一時的に気流タイルでこの辺を汚染酸素に 暴露させてしまって、複製人間を一時的に腐敗病菌にかからせます。本当にこれやるの嫌なんだけど、やるしかない。<laughs> と、逆に言えば時間がちょっとかかるのでこ、あの、これはしばらくこのままにしておきます。はは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 病気になった時に、病気になったっていうアラート出してくれないんだ、これ。 そうなんだえー、っと誰がでも誰誰が治ったのかな <laughs> <laughs> はあ<ー笑>3倍速でやってた時に見逃したんですかねそして名前ローアンローアンこの間も失禁させたし闇闇にもさせたしちょっとこれはスクショ 次回のサムネにしますかわいそうに <laughs>